はい、皆さんこんばんは。メインチャンネルです。で、今日はですね、全道モトクロス選手権が開幕になりました。第1戦ということで、北海道もですね、いよいよモトクロスシーズン、まあモトクロス含めてオフロードバイクとか、まあその辺のいろんなモータースポーツの関係も含めて、その他いろんなことがですね、シーズン始めというかレジャーシーズンに向かってくるような形ですよね。で、今日はですね、北海道じゃなくて、新千歳モーターランドですか。まあ、旧、昔は北海道オフロードパークって呼んでた、全日本モトクロス選手権も開催されてた会場ですね。で、こちらの方で開催がありましたということで、僕はこちらの方で、行ってきたんですけれども、で、今日めちゃくちゃ風強くて、で、昨日、まあ雨降って、相当大雨降ったみたいで、昨日で結構ね、水たまりとかもあったし、地面もドロドロだったんですけれども、ところどころで午前中は良かったんですよね。そのまあ水しぶきとかあって、まあ泥かぶったりしたんですけど、一発ね。だからこの辺の溝にこう泥が入っちゃったんで、後で掃除しなきゃいけないなと思うんですけど、で午前中はね、そんなんで良かったんですけど、昼ぐらいからもう完全に晴れちゃって、で路面も乾いてきて、だんだん砂ぼこり立つようになってきちゃったんですよね。でしかも風強いから、もう風でもう砂飛んできて目に入ったりなんなりで、もう目痛くて今ずっと。で僕写真撮ってる時、まあ右目はね、右目で見るからと、僕の場合、まあ大体の人右目で見ると思うんですけど、で右目はこうファインダーで隠れるからいいんですけど、で僕結構両目開けて撮ってるんですよね。というのもやっぱり結構その選手に近づいて撮るときってどうしてもあるので、万が一ね、そのコースから逸脱して飛び出してきて自分に向かってきたときに、少しでも気づける確率が高まるようにですね、まあ両目開けてこう1割ぐらいはこっちに意識集中して、なんかが見えた場合、見えてきた場合は大体わかると思うんですよね。したらね、まあ避けれる可能性が少しでも上がるような対策、安全対策ですね、ちょっとした、まあそういうのを意識してやってるんですけど、まあ幸いね、突っ込んできたっていうことはほとんどないんですけど、一応そんな感じでね、左目も 目開けてるから、もうずっと砂入ったり砂ぼこり入ったりで、もう今もう目薬さして、今こっち来てこう動画回してるんですけど、でね、日にも焼けちゃいましたよね今日。いつもあれなんですよ、僕も物をどさっと置いてそのままなんですけど、いつもね、この帽子、つばの大きい帽子でかぶってるんですけど、でこれね、アマゾンで700円ぐらいの安いやつなんですよね。だから今日風強いからもう全部こうなっちゃうんですよね、ペロンってなっちゃって、だから結局こうなったりして日当たってもう全然ダメですね。だから今日日に焼けてももうしょうがないですよね。はい、まあちょっと話取れたんですけど、何を話すんだっけな。とりあえずお疲れ様でしたということですかね。で、ね、写真整理、ちょっとね、今日、3万枚ぐらい、枚数撮ってるので、まあ、全日本の時もそうですね、全日本土日2日間で約6万枚、この間、関東大会で撮ってますんで、まあ、同じぐらい撮ったのかなっていう、ちょっとね、そこまで頑張る気なかったんですけど、やっぱり撮り出すとね、やっぱり全クラス、やっぱり撮る人っているので、全部撮っちゃったなっていう風に思いましたね。なんだかんだもういろんな人撮っちゃって、整理が大変になっちゃったんですけど、まあちょっとね、まあ優先順位とかちょっとあるんですけど、おいおいこう順番に出していきますんで、お待ちください、お時間ください。でですね、今日とりあえずまあ選別はちょっとまだこれからなんですけど、バタバタっと開いてバタバタっとなんか何個か抜き出したのはあるんですけど、で今日ですね、プロのフォトグラファーさんが来ててですね、ちょっとお話しする時間もあって、でモトクロスの写真、まあ他の写真もそうでしょうけど、なんか写真を撮るっていう
ことのにあたってですね、何かこうテーマを決めて撮るっていうのが大切だよというようなお話をいただいてですね、まあ確かにそうだなと思って、まあ、そうだよね、確かに漠然とただ撮ってるだけじゃなんかまあ何のために撮ってるんだろうっていう風になっちゃうんで、確かにそう言われてからですね、そうだなと思ってこうテーマをこう強く意識するようにして、今日のね残りのその後の時間を撮るようにしたんですよね。でね、今日そのテーマに沿って撮った写真をですねささっと選んだんで紹介したいなと思います。で今日のテーマはですね、どういうテーマで撮ったかっていうとですね、やっぱり開幕戦ということで、まあ春ですから春というテーマで、撮りました。で春を感じるですね、写真、どういった写真かっていうと、まず1枚目がこちらですね。はい、やっぱりね春といえば花ですから、こう綺麗ですよね、この黄色い花ね。でやっぱりこのこう青々しいこう草が、春が来て草が生えてきて、背景も緑にして、でやっぱりいいですね。これもう 600mm フルズームのこう真っ黒写真でもないですけど、花の写真という形でですね、撮りました。春ですね。まあ、ただねちょっと考え方によっては春を飛び越えてなんかあまりにもこう緑になりすぎてこう夏になっちゃってるかなって思ったんですよ。ちょっとそういう感じもこう撮った後もう見直したら、あちょっと夏かなっていう感じもあったんで、ちょっとそれを踏まえて反省してというか考え方変えて撮り直してみました。で次こそ春ですよっていう写真ですね。でこれ2枚目、春その改善した写真、これ草を背景にしてたんですけど、今度やっぱりこのこう雪が溶けてですね、顔出したばかりのこの土ですね、若い土ですよね、それを背景に撮ってみたっていう、茶色い背景にしたこうお花の写真ということで、これこそねやっぱり春感じれるかなと思いますんで、春ですね。はい、で続きまして3枚目、こちら、ゴミですね。はい、でやっぱり北海道、まあ北海道とかね雪国がそうなんですけど、春先ってもう雪溶けたらめちゃくちゃゴミ出てくるんですよね。で幹線道路とかも中央分離帯とかあれば、もうやっぱり冬の間ってねやっぱりなんか雪に埋もれちゃうから、みんなゴミ捨てる人とか、みんなじゃないけど一部の人でしょうけどゴミ捨てる人いるんですよ。で雪に隠れて、どうせ見えなくなるからいいなっていう感覚で捨てるんでしょうけど、それが春になって出てくるというような形で、まあこれはねたまたまなんかどっかから待ってきたゴミとかたまたま出てきたゴミなんでしょうけど、一応雪が溶けてなんかそういう出てきたっていうのをですね、そういったイメージで撮った写真ですね。春を感じさせる写真、雪解けを感じさせる写真っていう意味で撮りました。はい、次4枚目、はい、これも同じくですね、土を撮ってます。でモトクロスコースってこういった重機が入ってこうメンテナンスされて維持管理されてこう安全に走れるようになってるんですけれども、一応そういった重機が走った後こうなんかこういかにもこのシーズン始めというような形、重機が動き出しましたよっていうのを想像させるような写真にしました。でこの重機のタイヤの跡、クローラーの跡ですね、この凹凸をつけるためにですねコントラストかなり高くしてますね。すいませんね、バイクの写真だと思ってると思うんですけど、ちょっとね違ってちょっとあれだな、炎上はしないでしょうけどチャンネル登録者減ってもちょっと嫌なんで、まあさすがにちゃんと、出したいなと思います。でじゃあここからがね春を感じる写真、はい、これですね。いいですね、ジャンプの写真ですね、モトクロスので、木々緑を背景にして、撮ってますよということですね。でこれさっき言ったように夏じゃないのってパッと見思うんですけど、若干ねまあ枯れた草とかが若干まだ残ってるので、やっぱりこれは春
っていう方がね、春に捉えられるかなと思いますんで、春の写真ということで、こちらはですね、ジュニアクラスの、FK レーシングの酒井選手ですね。酒井選手はですね、酒井三兄弟、酒井ファミリー、酒井家、酒井さんのところの三兄弟ですね。で、素晴らしいことにですね、去年ですか、去年、3人とも優勝したっていうですね、多分歴代初とかそういった形のなんかすごいご家族なんですよね。すごい兄弟で、もう毎朝ランニングとかして、必ずその早朝ランニングして学校行ってっていう風にやってるん でトレーニングもかなりね、やられてるそうなんで、すごいそれは勝てますよっていうね、感じなんですけど、どうですかね、 3兄弟モトクロスやってる、しかも優勝までしてるっていう選手っているかなって考えた時に、じゃあ全日本のカテゴリーで見てもその3人出てるとかっていない、いるのかな、せいぜい2人だと思うんですよね、兄弟で。だからね、3人はなかなかこう大変だと思いますよね。大変ですけど、やっぱりすごいですよね。まあ今後もですね、酒井選手、3人おりますので、皆さん応援していただければと思います。いいですね。で、あとですね、まあ春を感じるとかではないんですけど、一応こちら、ちょっとね、今回苦労したなというか、まあちょっと苦労したんですけど、まあ僕なりにちょっと工夫したなっていうのがですね、NA クラスですね、国内 A 級っていうクラスの、笹島選手、こちらですね、これはあれだな、こっちに移した方がいいですね、ちょっと解説が必要ですが、一時停止して、これですね、ちょっとあれかな、また暗くした方がいいですか。ですね、これね、笹島選手だけですね、この NA クラスで同じ要領で取れなかったんですよ。というのもちょっと完全にペースが速くてですね、例えば今これコーナーの写真なんですけど、コーナーがですね、他の選手よりすごい寝るんですよね。だから僕前回の動画でお話ししたこの写真の体格に合わせてこうカメラを傾けたりするっていうテクニックをですね、お話ししたと思うんですけど、笹島選手だけ寝すぎちゃうんですよ。寝せようとカメラを傾けるんですけど、そうやると、寝すぎちゃってダメでしたよというような話ですね。だからこの写真、まあそうですね、やっぱり体の軸がちょっとこうなってるんで、体格からするとこうちょっとこうなっちゃってるんで、まあこれはこれでいい写真ではあるんですけど、ただ僕はその笹島選手寝すぎちゃうので、逆に戻してやったんですよ。戻してこう体が起きるように見えるようにっていう撮り方をやったんですよね。気持ち、でもこの写真水平になっちゃってるのか、なんか戻したつもりで撮ったんですけど、意外とやっぱりスピードがちょっと速すぎたんで、かなりもう合わせるのは大変でしたね。で、まあ本当はね、もうちょっと起きて、この写真の場合は、まあこの写真で狙ってたのはもうちょっとこの体格に合わせ、タイヤここに合わせて、で、まあ体格に向かわせて、なんかまあ頭はこの辺でいいとしても、まあこの辺かもうちょっと起こすかっていうところで、この辺空間開けたかったんですよね。で、多分砂を巻き上げてくれるだろうということで、この空間を開けて、まあちょっとそれなりには巻き上がってるんで、いい写真になったかなと思いますね。はい、一応そういったですね、やっぱり選手の個人個人に合わせた撮り方っていうのもあって、でこの笹島選手だけ他の選手とを撮るのと同じ位置じゃうまく撮れなかったんで、この笹島選手来るのを見計らってちょっとずれて、で違うポイントから撮ってたっていうのがありましたね。
だから北海道選手権ってまあ ほとんどまあなんか身内仲間内みたいなものなんで、それぞれ個性があって、まあ一部の人たちはねそうやって多分ここ来るだろうなって思ったらちゃんとこう来てくれるんですけど、いやそういうのがあって一人一人に合わせて撮るっていうのもなかなかまた面白いものではありますよね。ただ漠然と撮ってるっていうのじゃなくて、まあ別にテーマっていうのではないんですけどね、なんかそういう楽しさもありますよね。であとはやっぱりですね、これ着てるウェアがいいなと思って、そのかっこいいとかかっこ悪いとかそういうの似合うとかじゃなくて、その写真を撮る立場の人の目から見たら、やっぱり黄色とか赤がねワンポイントに入ってるとすごくいいんですよね。赤とかまあオレンジ黄色、蛍光色ピンク、あの辺がですねどっかに入ってると非常に見やすいんですよ。見やすいっていうか、あの目が行きやすくて、なんか 無意識に写真撮りたくなっちゃうっていうようなこう心理になるんですよね。だからバイクブーツも緑なんですね。あの写真見て気づいたんですけど、バイクのこう川崎の色に合わせて、ブーツ合わせ色合わせしてますね。だから一見パッと見でなんかこっちは下半分と上半分なんかこうマッチしてないような印象はあるかもしれないんですけど、意外とこれが目立つんですよね。じゃあ僕から見たら僕はお気に入りですね、このこういったカラーリングというか、その全身真っ黒、バイクも真っ黒っていう風なのもまあシンプルでかっこいいといえばかっこいいんですけど、写真撮る側からすると黒はちょっとごめんなさいっていう感じになっちゃいますね。はい、ということで、あの皆さんも選手の皆さんですね、ぜひあの蛍光色もう全身ピンクとかでもいいので着ていただければ、あの写真撮りやすくなりますんでよろしくお願いします。はい、ちょっと話それたんですけど、一応こういった、写真が撮れましたよというようなことで、ちょっとおいおい、整理明日からですね整理していきたいなと思いますのでよろしくお願いしますと。はい、ちょっとね若干あのすいません、あの大喜利っぽいのが入っちゃったんですけど、とりあえず、皆さん、ね、選手の皆さん、スタッフの皆さん、ご家族の皆さん、運営関係の皆さんですね、とにかく一日丸一日大変だったと思うんですけど、お疲れ様でした。皆さんまた次戦ですね、札幌大会ですか、栗岡ライディングパークで、開催されるということでですね、はい、開催されるということで、いよいよねこれからまた北海道もモトクロスシーズン始まったらまた大変になると思うんですけど、よろしくお願いしますということで、早めに寝ましょう今日は。はい、で、写真は順番に出していきますんでお待ちください。よし、じゃあお疲れ様でした。